小沢愛次郎から1950年6月19日は、日本の政治家、剣道家。埼玉県会議員、衆議院議員を務め、剣道の中学校生下編入への請願運動に、尽力した。流派は小野派一刀流。称号は大日本武徳会剣道藩士。武蔵国埼玉郡、小針村で、そろく原安次郎の弟、地主。 カ島武之助のいとことして生まれ、カザ村の祖宝家、小沢城江門の養子となる。桜藩士、倉田裕国から、永心義塾で漢学を学んだ。1877年4月、14歳からお市長、様の後部城道場で、旧お市藩堅実指南役松田十五郎におの配置、ち、刀流を学ぶ。また、菊池た之助に、新影流を学び、 いずれも免許改伝を許される。1891年岩瀬村の自定内に、教部官を設け地元指定の武道教育にあたり、さらに文官を、北埼玉郡羽生町、押市町、熊谷町に設立した。1896年から、熊谷中学校の剣術教師として13年間指導を行った。また、1908年から第二本部特会。 埼玉県支部で名誉教授として、1913年から陸軍と山学校で、1938年から東京県兵隊本部で剣道教師を務めるなど、諸団体で剣道の指導を行った。1926年5月、第二本部特会から剣道藩士号を授与され、2005年、全日本剣道連盟剣道伝道に検証された。正解では、 1890年、埼玉県会議員に当選し、1898年まで連続4期在任。同年3月の第5回衆議院議員総選挙で埼玉県第4区から出馬して初当選。以後、第7回から第10回総選挙まで再選され、衆議院議員に通算5期在任した。この間、星野先造とともに、 学校教育への武術の成果編入請願運動を行い、1911年旧正中学校での成果採用が実現した。1909年の日東事件に連座したとされ、同年5月13日に衆議院議員を辞職した。第一審では10禁錮3ヶ月の有罪判決だったが、同年8月10日、東京高想院第1部で無罪の判決を受けて確定した。 ありがとうございます。